沖立城は、青森県平川市沖立宮崎にあった、日本の城。本格、外角で構成される。津軽平野の南東丹抜か森山の裾野山地に、位置する沖立部落全体が城市である。本格は、東西約150メートル、南北約80メートル、東側の堀は幅約15メートル、深さ8メートルである。両岸が、霧岸となり、そこを、小川が流れる。 南側の堀は幅20メートル、深さ5メートル、現在水田となり、外岸も同様である。外角との境の西堀は、現在埋め立てられ、道路となっている。北側の堀は、住宅地となっており、城上部より5メートルほどの深さとなっている。北部中央部付近に、門市がある。外角は、東西約350メートル、南北約100メートルほどの大きさであるが、 二つの車に分けられていた形跡がある。南部の堀は幅16メートル、深さ4メートル、北西の堀は現在水田となっている。本格、外角とも住宅地化し、移行は少ない。点検の要害ではないが、湿地帯であり、対抗事情にも近く非常に攻めにくい。追記時期は不明である。現在は内い小村沼立がこの地にあり、鎌倉時代、 蘇ガ氏の館があったという説もある。文明年間に、都落ちしてきた、高塚佐世友一族が築城したとも言われる。大公事情守備の取り出の一つであり、天正の頃の上司は、安倍兵五助である。天正7年7月4日、悲惨、六郎、七郎兄弟、滝本茂行北畑賢則らが津軽へ進行し、入以を落城させた勢いで、この城を攻撃しているが、 城主安倍兵庫助の奮戦により持ちこたえた。兵庫助は十三カ所の焼き図を追い、弾薬も突き果て、夜半に堀越城の大浦亀信に佐藤平衛を使者に下級を伝えた。その後進行軍は大浦亀信と交戦し、敗退した。後に広船館館主、桜庭太郎左衛門信政が城主となり、外閣東部に住んでいたという。ありがとうございます。